いやー懐かしいですね。中野区の野方という町、約4年間住んだんですけど、とっても住みやすい町でした。で、今ね商店街抜けて前に住んでた家にも行ってきたんです。どんな感じかなと。そしたらもう次の方が住んでるような雰囲気でしたね。まあそれはね、空いたら次の人住むん当たり前なんですけど、なんだかちょっと寂しさを感じたりしました。不思議な感覚。あ、これは公園で見つけた。これなんかお菓子でこんなんありますよね。米のなんか固めたようなお菓子、あれ美味しいっすよね。なんだっけあれ、米みたいなやつ。それで今日は豊島園さんに向かってるんですけど、やばいっすよ。嘘。いやいやいや、ちょっとこれちょっと待って、いや、町中に町ぐるみで、嘘。いやもうハリーポッターの店ですやん、こんだけしてたら。いやすごいことになってますよ。開けてるな、かなり。ずっと白い壁で覆われてたのが撤去されて、中が見えるような状態になってます。かなり進んでる。すげー広々してる。ということで、6月のハリポタ施設オープンに向けて練馬区町ぐるみで盛り上がってました。これは楽しみですね。